ポケモンってこんなにエロいの知ってる？あー引く。おー鳥肌立った今。どうもピンサラダルです。ガセキロックです。よろしくお願いします。18禁やってポケモンは HH なんすよ。君よく言おうやんか。ほんま何言うてんの。ほんま何言うてんの。特に V 付けは HH なんですよ。あーもうそれもう毎回言ってんな。あと誰やっけ、サーナイトか。サーナイトも HH ですよ。もう引く。あれはそのまんまで HH なんですよね。いやうんうんとは言わへん。もうなどうんはいはい。ただ、うん、最近あの AI っていうのが発達してるじゃないですか。その中であの画像をね作ってくれる AI っていうのがありまして、お画像を入れてコマンドというか、まあ、命令をすると、はいはいはい、それに応じた編集をしてくれるというか、そういう画像生成 AI っていうのがありまして、はい、それにポケモンの画像を読み込ませて女体化をさせるわけですよ。もう変態でしかないな。そうすると可愛い女の子が出てくるんですよね。そんなこともできる。みんなが求めた可愛い女の子が。俺にだけはそういうの言うけど、ほんま嫌いやからさ。それを逆に出てきた画像を見て元のポケモンを当ててもらおうという。ああそうだな。君が俺に対して出せるクイズってポケモンぐらいしかない。そう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 。俺が知ってる中で君も知ってるっていうのはそれぐらいしかないから。ああ俺エヴァンゲリオン見せられても分からへん。そうやろ。この中からエヴァンゲリオン探せって、あのガンダムの中にエヴァンゲリオン混ぜられても俺多分分からへん。そんな人間やろ。そのレベルやもんな。まあクイズ企画ですよ、うん、今回は、はい、楽しい楽しいクイズ企画です。はいはいはい。早速やっていきましょう。はいはいはい。まあ、まずはね、例題。例題。まあ、とりあえず送るわ。パッと見でわかる例題。はい。お、セガが中途採用募集っていうの来てる。知らん知らん。はぁ、こういう風になるわけや。荒いなぁ。顔は大丈夫これ。まあ、細かく見ると多分、ぐちゃぐちゃのところがあるんやろうけど。これが元がポケモンのやつやな。そう。ポケモンの画像を読み込ませてやってる。これが例題や。例題。で、これはもうすぐ答えろってこと。まあ、これはわかるでしょうっていうやつ。これはもうさすがにわかりますよ。はい。リザードンのはずや。そう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 。これはリザードンなんですよ。これ、リザードンがこうなるわけや。はい。はぁ。え、こんなことして楽しい。楽しい楽しい。めっちゃ楽しい。まあ、楽しいんやったよ。これやりながら俺何してんやと思ってるやとしたらやめた方がいいなと思ったから。こういうのクイズでやると。そうやな。まあ、簡単なやつから。ほうほう。だんだん難しくしていきましょう。何問ぐらいあるんですか?2000問。いや、ポケモンおらんからね、そんなにね。そんなおらんかったっけ?2023 おるじゃん。いや、多すぎるな。倍ぐらいなってるな。これが第1問ですね。第1問こちらです。はぁー、これは、ミュウツーやないか。ミュウツー。ミュウツー。ミュウツーです。はぁー。まあでも、ミュウツーは人間みたいなもんやからな。そうな。フォルムはほぼ人間よね。なんけ、あの映画で何言ったっけ、水をいっぱいくれやんけ。絶対言ってない。そのケンシロウしか言ってないと思う。多分水って言った、あのケンシロウの第一声やないか。が第2問。おう、ええこれどっちやろ。えポーズは関係ある。これポーズというか、まあ、フォルムがほぼ一緒。これもこんなポーズしてるやついたっけ。こう横向きからの振り返り。横向きからの振り返り、うん、これはあのポケモン図鑑の画像そのまま使ってますから。マジで？うん。これ簡単？簡単。こんなやついたっけ？色も関係あるね。色関係ある。これはもう色を言うてそのまんま。じゃあクチートじゃないよな。ない。サーナイト。やっとしか思えへんねんけど。サーナイトです。こんなポーズだったっけサーナイト。でもこの赤いやつないやん。赤いやつは消えるんですよね、なぜか。あ、こんなドレスのが胸になってんねや。そう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 。お、やっとしたら難しいぞ。やっとしたら難しいぞこれ。こんなお尻突き出してるっていう判定するんや。そう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 。ド変態やな。サーナイトがこのレベルならちょっと分からんな。じゃあ第3問こっちの方が簡単かな。あーこれは分かるよ。これ基本的に最終進化系使ってるとも限らんけど、でもまあポーズ見たら、ポーズ見て分からんから言ってる。まあまあでも2択やろ。リオルかルカリオかどっちかやろ。まあでもルカリオやろ。ルカリオです。まあちょっと手が変な感じになってくるな。まあそこはね、AI やからね、手は苦手よね。あー確かにちょっとこれあれだな、手の太さエグいな。そう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 、結構ね適当なんよね、そういうところ。あーなんか太なったり細なったりいきなりする。ほんまやな。で指かくん下手くそなんよね、AI って。じゃあ第4問、はい、ここからちょっと上がって中級になります。第4問どうしても上が消えへんかった。女体かこれ。女体かな
え、コダックやろこれ。これはコダックです。まあ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 、コダックらしさは出てるけど、どうしても上が消えへんかったらな。上が消えたとかそういう問題じゃない。そういう問題じゃないの。君、女体化でこうなってることにまずおかしいと思いません？これ何っていうな。うん、だから赤ん坊が寝てるんやろな、このクッションみたいなやつに。リーリエの子供みたいになってる。まあそういうことばっか妄想してるんやろな、君は。リーリエが子供ができたらみたいな、ニヤみたいな。シルシル。まあ親なくて。いやもう泣いてるけどな、親は。残念ながらな。第5問。はい。これまあ色とフォルムでわかるかな。水ポケモンやな、まあ、色的にはね。あいつやろな、あいつやろな、アシレーヌやろな、これは。ほう、え、違う、もしかして。違います。おお、じゃあミノカロス。違います。おお、ヒント画像あるんやけど。おお、くれ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 。これもまあ画像変換の途中がね、何個か変換していって、あ、最終これになったんで、まあ、その途中画像。はいはいはい、こちらです。これはほんまフォルムそのまま。これが、うん、あの顔の位置とか気にしたらあかんよ。めっちゃ細めで見たらやんな。そうやな。あ、細めで見たらやん。分かるぞ。めっちゃ細めで見たら分かる。これラプラスやな。こちらはラプラスです。お、ガズ君面白いぞ。細めで見たらラプラスに見える。そうやね。こうやって見たらこれラプラスや。フォルムはごまかせへんねん、割と。みんな携帯で見てる人こうやって細めで見てみる。ラプラスに見えるから。へー、面白いな。え、ラプラスを2回やったらこうなんの。原型も減ったくれもないな。最終は原型も減ったくれ。これ絶対分かるわけないって。形だけみたいな。こんなん絶対分からへんわ。じゃあ第6問。へえ、こんなんあれやんか、令和のミニ四駆やん。令和のミニ四駆の主人公やん。そんな感じになったよね。え、こんなん全然分からへんわ。これで目細めても分からへんだぜ。多分分からんと思う。ミノクラゲ。違います。あ、ヒトデマンとかスターミンとか。うん、違います。あー、じゃあ分からんわ。え、1個前。よっ、これからここに行ったな。全然なんか人間じゃないやつに1回行ってね。これは似てる、色的にはさ似たかな。あー、分からんな。デブやな。これでもヒントない。もう1個ある。もう1個あるよな。もう1個はさすがに分かるやろっていうヒント。これで分かるっていうのはなかなか難しいと。ラストヒント。おう。え、わかんねえ。待てよ。細めで見てな。これわかると思うで、多分。これもこう2つあるな。メタグロス。あー違う。エアコイル。あー違う。いやー、ジバコイル。あー違う。あー、わからん。あ、全然わからん。何やこれ。全然わからん、ごめん。これほんまわからん。何これ。これここに。え、嘘やろ。いや、もっとなんかメタメタシーンかと思った。あ、まあ腕の感じとかな、ちょっとな、メタグロスっぽさはあるよな。そうやね、鋼タイプかなと思ったけど違うんやな。まあ、ゴーリキメスいるからな。確かにな、これでな。ゴーリキのメスはゴーリキからしたらこう見えてるかもしれない。じゃあ第7問、うん、こっからもう上級やな。分からんと思う。いや、もう最初もう分かってないから大丈夫。第7問こちらです。この子大好き。この子大好きっていうのも気持ち悪いものがあるな。このポケモンが大好きじゃないよ、この子が大好き。うん、分かってる。だから気持ちつってる。分からん。じゃあヒント、第一ヒント、これ色はいじられてないわけやろ。色はまあまあこれやな。エレブ。あー違う。エレキブル。違う。エレキッド。違う。うわー、くそ、これ分かりそうもないけどな。もう一個いこうか。もう一個いく。うん、一個これ。ポーズ的にはもうこれ。いや、わかるぞ、わかるぞ、なんとなく浮かんでるぞ。ゼラオラではないやろ。もうポーズはここ、もう完全にこれ。わかるぞ、なんとなく浮かんでるけどな。スリーパーや。スリーパー正解。よし、まあでもスリーパーやな、よく気づいた俺。じゃあ第8問、こっからマジでわからんと思う。これサンダー。違う。色味は関係あるやろ。あるな、これは。サンダーじゃないんやな、でもこれが。うん、分からん。じゃあもう一個ヒント。うん、分かったぞ。これ分かったぞ。あれやろ、ソルロック。正解。よし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 。この目の感じね。そう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 。これがつくことによってこのフォルムがちょっと分かっちゃうっていう。じゃあ最終。お、最後。9問目。こら相当難しいやろな。分かるわけないと思うねんな。9問目こちらです。お、
タッチが変わったな。全然分からへん。分からんやもんね、これね、うん、全然分からん。絶対分からんと思う。一応第一ヒント、うん、これも多分あんまり意味ないと思う。え、全然違うやん。にゃっ、いいや、違う。ペルシアン、いいや、違う。おい、なんこいつの足おかしくなっとんな。お、肩おかしないか。おかしいよ。怖っ。目細めたら分からんかな。分からん。じゃ、第二ヒント、これは目細めたら分かるかもしれへん。めっちゃ目細めたら分かるかもしれへん。このタイプやとは思うね。ロコン、違う。バラ。これギャロ。あ言われてみれば一個前で分かる可能性あるやろ。そうやな、まあ、全体的にまあそうなんやけど、なんでこんなにこう初代に近いのって集めてきたの。最近のやつって何やろ、デザインが細かすぎて入れると結構ぐちゃってなる。ああそうなんや、うん、シンプルな方がいじってくれやすい。いじりやすい、いじりやすい。まあ確かにこうクイズとしてなかなか難しく成立はしてると思うんやけど、うん、これはポケモンを女体化するっていう発想がまず気持ち悪いけど、あとはあの完全な幼女をこの子大好きって言ったことがこんま気持ち悪くてしょうがない。もう犯罪者呼び、キャラクターとして好き。はい、ということで、ポケモン女体化クイズやってみましたけれども、皆さんもぜひ女体化を基礎としてポケモン選んでやってみてはいかがでしょうか。気持ち悪い。ニンフィア HH やぞって思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のポケモンゲットじゃぞ。